キーエンス、リクルート、テレビ東京ですね。最終面接の段階までで一番行きたいと思ってるのが野村証券だったんで、はい、その他はお断りを入れて全国大会出るぐらいですね。母が34で死んでて、でも心の中にずっといて、お母さんたらどういうことすんだよなって、常に行動基準にいたりとか、そのおかげで人生変わってるじゃないですか。関西大学4回生のコンタリクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。関西大学って大阪ですよね。大阪です。今日は何の用で東京に来てるんですか。今日は会社の全社集会が月1であるので、これに参加しに来ました。今日の1日なんて軽く教えていただいてもいいですか。この後会社で運営しているジムの掃除して、8時半から全社集会やって、お客様とのインタビュー動画撮って、キャリア面談とかして、コーチングしてみたいな、結構詰め詰めの1日ですね。なるほど。どんな1日を過ごしてるのか、どんな人物なのかってところに密着していきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。掃除ですね、まずね。はい、でも入ってください。はい。でも掃除するとこないですね、正直。今からどこ行くんですか。今からドンキホーテですね。ゴキブリ取るやつです。おい、言うな。あ、そうか。あ、違う違う。何時から掃除してるんですか。今日7時半からですね。早いですね、朝。朝早いんですよね、正直。早くない。いや、みんな無理してると思います。行ってきまーす。終わりましたー。いや、まあそれ言ったら俺若いくせにとかコメント欄で。僕が6月最高売り上げ出した時も、野村証券行って、もう退路切ってこれからやりますって言って、僕も結果出しましたし、僕思った、もう全員分かったと思うんですけど、やっぱり結果出してる人って退路を立ってるっていうのと、ゴールを設定してる、このもう2つだけ。今何を話すんですか。ワークですね。この後何話すんですか。この後は分かんないです。まだ続きますか。あとちょっとで終わるっすね。引き上げが。引き上げ。僕も分かんないです、何が起こるか。もうゴールビンだから圧倒的に成果を出してる。一本締めで締めますよ。ありがとうございました。本田さん、バカですね。うん、バカでしょ、こんなの。ちょっと、ね、話聞いて思ったでしょ、あ、ちょっと頭おかしいなみたいな。僕が見てきた大学生の中で一番強いです。信念というか、自分信じてるというか、自信が溢れすぎてて、近寄ってほしくないですもん。コンタは、こいつのこと知らないとうざいサッカー部いるじゃないですか。そういう感じに見えるかもしれないんだけど、中身はすっごい勉強熱心だし、エネルギーがまず高いし、人としてのできるって思ってる力が強いってところが、コンタの一番強いところだと僕は思います。直してほしいところありますか。細かい事務的なところとかを人並みくらいはできた方が、なんかもっとうまくいろんな仕事任されたりとかするペースがさらに速くなると思うんですけど、必ずしも直さなきゃいけないわけではないかなって感じですね。昼ご飯を食べに行きます。はい。何食べたんですか。磯丸水産です。磯丸水産。海苔汁が美味しいんです。カレーになりました。はい。足元気をつけてくださいね。はい。サッカー強かったんですか、コンタさん。僕のチームは強かったっすよ。全国大会出るぐらいっすね。気持ちいい。気持ちいいっすね。あ、こんにちは。あ、こんにちは。どうも。どうも。すいません。ありがとうございます。マジでありがとうございます。いやいや、コーチングって目に見えない商品なんで、受けるにあたって不安になる人って多分世の中にめっちゃいるけど、受けた方がいいサービスなんですよね。だからそれを伝えれるように、実際に受けた人を YouTube で実名でアップして、信頼っていうところと、あとコーチングってこういうことやりますよっていうところを伝えるための動画ですね。はい、皆さんこんにちは。株式会社ゴルビー COO の山宮と申します。パーソナルコーチのコンタリクです。花屋は2、3000人ぐらいいるの。はい、完璧ですよ。何しました。いやー、名前を変えて、何もすることないっていうのはあれですので、本読みます。ここは Kindle でこうやって読んでて、おすすめの本。おすすめの本、これですね。
人って今頑張れば未来は明るくなるはずと思って我慢して喜びを先送りにする傾向あるじゃないですか。でもなんで頑張ってるのか分かんなくなっちゃったりとかっていう人が多いと思う。現代社会に頑張ることと今を楽しむことのバランス感覚ってめっちゃ大事だよね。じゃあどんな生き方するみたいなこと書いてあるもんです。より多くの人の人生のターニングポイントになりたいってことですかね。母が34で死んでて、でも心の中にずっといて、お母さんたらどういうことすんだろうなって常に行動基準にいたりとか、そのおかげで人生変わってるじゃないですか。それってめっちゃ価値あることやなって思って、自分もそういう人の人生のターニングポイントになって、あの時コンタリクがいたからこの決断できたなっていう人生の岐路にいれば自分が生きててよかったなって価値を感じれるなと思って、だからコーチングもしてました。今何の関係ですか。今はかっこよくなりたいからですね。筋トレしてる男の人は、あ、別に どうとも思わないです。じゃあ仕事戻りますか。やりますか。はい、筋トレやりましょう。筋トレ、筋トレやる。22歳ってことは23卒ですよね。そうです。就活はやってたんですか。就活やってました。最終面接まで行ったのは野村証券だけなんですけど、他にも大手企業何社か受けてました。どこら辺受けたんですか。キーエンス、リクルート、テレビ東京ですね。最終面接の段階までで一番行きたいと思ってるのが野村証券だったんで、その他はお断りを入れて野村証券の最終面接だけしたって感じです。野村証券っぽいって言われてたんですよ。確かにね、営業マンっぽいです。めっちゃ売りそう。一発目から心掴めたって感じです。なんかめっちゃ自信ある人は採用したくなりますよね。こうやってパッて会った時に、こいつ自信ありそうやなって人がやっぱ面接においても大事だと思う。めっちゃ大事だと思います。今話してて思いますね。あ、そうか。自信のつき方はなんか外的要因とか結果が出たから自信が生まれるわけじゃないんですよ別に。そんななんか外的要因で得られた自信なんか失敗したらまた自信なくなっちゃうじゃないですか。自信ってのは自信するんですよ。自分を信じる。そうって書いて自信なんで、はい、自分にはできるって思うことです。でもやっぱり自信ない人もいるじゃないですか。でもやっぱり自信がないっていう人は自信がないって言ってるから自信がないです。言葉以外の思考は生まれないです。今から高橋さん自己紹介をしながら頭の中で明日の予定を考えてください。用意スタート。東京大学休学してます。はい、自己紹介しながら明日の予定考えました。できますね。そう、言葉以外の思考は生まれないですよ。これ脳みその機能なんですよ。とは言っても自信 ないんだよねって口に出してる人の思考は自信ないってなるんですよ。言葉変えただけで自信つくんやったらみんな自信あるよって思うじゃないですか、うん、ガチ変わるんで、うん、これからはいやー最強イエス。まあ、今からはアスリート向けの脳神経トレーニングを教えていて、その例関係の人とミーティング。はい、いけてる？モーション大好きです。オッケー。30分ミーティングあって、21時からコーチング、10時からキャリア面談のチームのミーティングがあるって感じです。うん、長かったっすね、1日。長かったっすね。10時間も。じゃあ、撮りますか。はい、行きましょう。ゴールビーンの良さで言ったらやっぱ人ですよね。大企業だとやっぱり会社はいいし学べることもたくさんあるでしょうけど、やっぱり上司は選べない、人は選べないっていうところはある種会社のデメリットというか、自分の1回しかない人生で多分どっちを選んでも後悔はすると思うんですけど、どっちの選択に誇りを持てるかって考えた時にゴールビーンで働くっていうところでしたね。やっぱスタートアップってやっぱりいろいろね、不安定だったりとか、そこのなんか怖さというか不安とかっていうのはなかったんですか。ありますよ。そんな別に体制がめっちゃ整ってるかって言ったらそうじゃないし、福利厚生あるかって言ったらない、うんうんうん、でも僕にとっての安定って安定して挑戦し続けられるかっていうことなんですね。社会から安定して必要とされる存在になるかっていうところも、うん、安定っていうところが大事なところだと思っていて、うん、大手企業に入ってすごい意欲的に働いてスキルをつけるのもよしだと思いますけど、やっぱりどうしてもこういうベンチャーにいた方がもう働かないと死ぬ、実力がないと死ぬっていう環境に身を置いて自分の実力つけていけるっていうところは、まあ一つ自分の5年後10年後っていうところにやっぱり自信持って突き進むためにはいい環境なのかな。今の就活生に向けて何か言いたいことを伝えたいこととかあったりしますか。挑戦することっすかね。でも挑戦するのは怖い人とかもいるじゃないですか。
恐怖の計算量っていうのはやる前が一番高いんですよ。誰かと話すとき、学校始まるとき、絶対最初が一番怖いじゃないですか。でも徐々に徐々に恐怖の計算量って少なくなっていくんですよ。だから小さな成功体験を積み重ねましょうとか、挑戦が怖かったら挑戦することでしかその怖さって消えないんですよ。おすすめの挑戦ってありますか？尊敬してる人に会いに行くですね。おー、 DM したらいいっす。コントさんもそれですもんね。そうです、秋代さんに会いに行った。はい、無視されたらそれまでなんで別に。うんうんうん、はい、でコムドットになりたいなだったら、うん、本買って抽選してみればいいじゃないですか、うん、アーティストになりたいんだったらライブのチケット買うとか、うん、わかんないですけど、うん、いくらでも会う方法ってあるんで、うん、それでなんかやってみる大事ですかね。何かがわかるかもしれない。そうっす、わかるかもしれないっす、うん、今日一日密着長かったんですけど本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお疲れ様でした。疲れたいです。はい、お疲れ様です。疲れたいです。ありがとうございました。